本日6月7日はですね、ハッピーが我が家に来た記念日です。というわけで、ね、というわけで、記念動画です、ね。2歳のハッピーです。ね、まあ、2歳と多分1ヶ月ぐらい経ってね、きっとね。うん、そうなんだろうけど、ね、パパ大好きのハッピーでーす。ね、それではこの後ですね、ハッピーが来た日記念ということでプレゼント動画となりますので、よかったら、ご応募お待ちしております。はい、こんにちは、青木です。本日6月7日は、ハッピーがうちに来た記念日です。というわけで、来た記念日ということでお誕生日まではわからないんですが、我が家ではこのうちに来た日をですね、まあ、お誕生日のような感じでお祝いをしております。ハッピーの記念日ということで、今回は、視聴者プレゼントです。じゃん。裏はこんな感じ。ね、水彩画用のポストカードなんですが、こちらの方にですね、先日描いた絵をプリントしました。こんな感じのポストカードなんですが、こちらのプレゼント動画となります。はい、まあ、普段はですね、インクジェット用のポストカードを使用しておりまして、まあ、インクジェット用のにするとちょっとこうつるんとした仕上がりになるんですね。だいたい光沢ありの方やってるからなんだけど、まあ、でも、まあ、光沢付きでもマットでもやっぱり、まあ、いくらかつるんとした感じでちょっとこう色味は変わっちゃうんですね、原画と。ちょっとというのが結構変わっちゃうなので、だいぶ前なんだけど、この水彩画用紙にそのまま印刷したらどうなるかなって思ってちょっとやってみたら、結構いい感じで優しい仕上がりになってくれたので、それでちょっと私自身個人的に気に入っておりまして、こんな感じでちょっと作ってみました。今回のプレゼントなんですが、抽選ではなく、ご応募いただいて、であとクイズが出るんですが、このクイズに正解していただいた方全員プレゼントとなります。ですので、こちらのポストカードですね、まあ、実際手に取って見てみたいなって思われた方いらっしゃいましたら、ぜひご参加ください。クイズ1問目、ハッピーは箸細ガラス、箸太ガラス、どちらでしょうか、ね。まあ、どちらかでお答えください。それから2問目、2問目は、ハッピーの名前は候補が2つありました、ね。そのうちの1つがハッピーで、まあ、ハッピーに決まったわけなんですが、ボツになっちゃった方の候補があります、ね。こちらの候補の名前は何でしょうか。はい、こちらの2問となります。クイズの回答とご応募についてなんですが、ツイッターとインスタどちらかの DM からお願いします。こちらですね、下の概要欄の方に、ツイッター、インスタのリンクを貼っておりますので、そちらの方の DM からお願いします。DM の方で、まずハッピープレゼント応募というのと、あとクイズの答え、1番が何、2番が何というふうにメッセージをください。そうしましたら、私の方で、まあ、これが正解かどうかですね、ご連絡を差し上げまして、で正解の方はそのままプレゼント発送となりますので、ご住所とお名前をお伺いします。こちらはですね、普通の U メールで発送しますので、匿名配送にちょっと対応ができないんですね。ですので、ご住所とお名前お伝えいただくのにこの抵抗がある方はですね、今回はちょっとご遠慮ください。ご住所とお名前を教えていただける方のみお願いします。それからですね、こちらの応募期間なんですが、6月の15日水曜日、夜の9時までね、こちらで締め切りとなります。それまでの間応募受付、ツイッター、インスタの DM の方でしておりますので、よろしくお願いします。先ほどのクイズの答えなんですが、今まで出したハッピーのエッセイ漫画の方にヒントというのか、もう答えそのまんまが出ております。これも下の概要欄の方にハッピーのエッセイ漫画、まあ、1番の答えは何話、2番の答えは何話というふうに書いて、でそのリンクもですね貼っておりますので、よかったらそのリンクから飛んでいただいて、動画の方でご確認していただけたらと思います。確認するまでもなく、ご存知の方はもうそのままご応募いただいてね、大丈夫ですので、これ漫画で書いているので、ちょっと動画で見づらいなっていう方もいらっしゃるかもしれないので、明日6月8日ですね、コミュニティの方にその漫画の画像をボンと投稿しようと思います。
ですのでちょっと動画の方で見にくいなっていう方はちょっと1日お待ちいただいて、そちらの方でご確認いただいてから応募していただいても大丈夫です。それでは、皆様のご応募お待ちしております。あとはですね、こちらの今回の動画なんですが、夕方の5時に私の方は公開をしているんですが、うちの夫の方のチャンネル、カラス日記苦労ダイアリーの方ですね、そちらの方では、毎日8時に更新をしておりますので、この3時間後になるんですが、夜の8時に、ハッピーの記念日動画が公開されます。こちらも、8時を過ぎたらこちらですね、概要欄の方に動画のリンク貼りますので、よかったらそちらも合わせてご覧ください。はい、バイバイ。